人暮らしを始める予定のあなた、自炊をして料理のレパートリーを広げたい、友人を招いて楽しみたいなど、理想の一人暮らしの姿を思い描いているはずです。どんな条件でお部屋を探していったらいいかわからないという方も多いのではないかと思います。どのような一人暮らしをしたいかによって最適な間取りは変わってきます。物件探しを始める前に、まずは憧れの生活を思い描いてみましょう。今回は理想の一人暮らしを叶えるおすすめの間取りや物件探しのチェックポイントを紹介します。皆さんこんにちは、賃貸のとちたにです。賃貸暮らしガイドシリーズでは、より良いお部屋探しや暮らしに役立つ情報を分かりやすく紹介しています。これからお部屋探しをする方や暮らしに役立つ豆知識を知りたい方は、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは実際におすすめの間取りを理想の暮らしごとに確認していきましょう。自炊をして料理を楽しみたい人におすすめな間取りは、調理スペースを広く確保できる 1DK がおすすめです。1DK のお部屋は居住空間とキッチンが分かれていて、かつキッチンスペースを広く確保できます。似た間取りに 1K がありますが、 1DK との違いはキッチンが 4.5 畳以上あるかどうかです。料理好きにとってはワンルームや 1K のキッチンスペースは手狭に感じてしまうこともありますが、 1DK ならダイニングテーブルを置くスペースも確保しやすいなど、余裕を持ったキッチンスペースを確保できます。次に料理好きならチェックしておきたい間取り設備のポイントを確認していきます。部屋のサイズに合った家電や家具を揃えるように注意しましょう。 1DK の物件を選んだとしても、間取りによっては冷蔵庫やダイニングテーブルを置くと意外と狭くて使いづらくなるパターンもあります。また料理の匂いや熱がこもらないよう、換気扇の性能、扉や窓の位置を確認することも大切です。キャスター付きのキッチンカウンターや食器棚などを置きたいのなら、間取り図を見ながら料理がしやすいレイアウトをシミュレーションしてみましょう。生活感のないおしゃれな部屋でシンプルに暮らしたい人は、大きなクローゼットや収納スペースがある部屋がおすすめです。生活感を隠すなら大きなクローゼットや収納スペースが必須です。シンプルでおしゃれな空間って憧れますよね。ただ暮らしていくうちに物が増えていき、部屋が生活感にあふれてしまうということは意外と多いです。そんな時にも大きなクローゼットがあれば、収納家具を置かずにシンプルな暮らしを保つことができます。生活感のないおしゃれな部屋でシンプルに暮らしたい人がチェックしておきたいポイントを確認していきます。気に入った部屋を見つけたら、ウェブサイトの写真などでクローゼットの使い勝手などもチェックしておきましょう。押し入れをリフォームしたタイプのクローゼットでは、中央に仕切りがあり高さが足りず、コートやワンピースをかけられない場合もあります。自分が持っている服や荷物のサイズに合っているかどうかを確認するようにしましょう。またロフトもシンプルな暮らしの助けになります。クローゼットがない、または容量が十分ではない場合でも、ロフト付き物件なら収納スペースが確保できます。居室には最低限の荷物だけ置き、寝具や季節外れの衣類などをロフトに収納することが可能です。ロフトがあればスペースをうまく使って生活感のあるものを隠すことで、一人暮らし用の狭い部屋でも生活感のないおしゃれな空間作りを楽しめます。好きなものに囲まれて一人の空間を快適に過ごしたいという人におすすめな間取りはワンルームです。一人暮らしの部屋では思う存分自分好みの空間を演出することができます。インテリアや趣味のグッズなど好きなものに囲まれた部屋を作り上げたいと思っているあなた、ワンルームなら一つの空間に好きなものを思う存分詰め込んで部屋の隅々まで見渡すことができます。真四角ではないちょっと変わった形の部屋や、可愛い丸窓、アイランドキッチンなど個性的な間取りを選んでみるのもありです。ワンルームの部屋を探すときにチェックしておきたいポイントを確認していきましょう。快適に暮らすために生活動線や窓の位置を確認しましょう。せっかく自分好みの部屋を作り上げても住み心地が良くない部屋では快適に過ごせません。特に変形間取りの部屋に住むなら、水回りや生活動線の使い勝手をしっかり確認しておくことが大切です。部屋の快適さは光の入り方や風の通り方で大きく変わります。そのため窓の位置や日当たり、風通しも確認しておきましょう。日当たりのいい部屋では朝日で目覚め、観葉植物を育てたり、キッチンガーデンを楽しんだりすることもできます。一方で一日中薄暗い部屋や風通しが悪いと生活していてストレスを感じることもあります。南向きなどの検索条件でウェブサイト上で探すこともできますが、気に入った物件は必ず内見し、
日の当たり方を実際にチェックしましょう。その際、自分が家で長く過ごす時間帯に合わせて足を運ぶとより安心です。自宅に友達を招いて楽しめたい人におすすめの間取りは、居室の広さが8畳以上の 1K です。せっかくの一人暮らし、自宅に友人を招いて楽しみたいという人も多いでしょう。そんな理想を叶えるなら、居室の広さが8畳以上の 1K がおすすめです。居室に8畳以上の空間があれば、ベッドに加えて来客がくつろげるソファーを置くスペースも確保しやすくなります。ソファーベッドを選べば友人が泊まる時も困りません。また 1K の間取りでは、お風呂などの水回りスペースと居室の間に扉がある場合が多いです。友人が着替えたりシャワーを貸してあげる際にも気兼ねなく使ってもらうことができます。また予算に余裕があるなら 1LDK もおすすめです。 1DK がキッチンスペースが 4.5 畳以上の間取りであるのに対し、 1LDK の定義はキッチンスペースが8畳以上です。友人を招く LDK 部分と自分のスペースである寝室を分けて使うことができ、友達を招く楽しさも広がります。セキュリティを考慮して安心して暮らしたい人におすすめの間取りは 1K、1DK です。初めての一人暮らしはセキュリティ重視で、安心して新生活をスタートさせたいという人も多いでしょう。居室内に仕切りのないワンルームでは、玄関を開けた時に室内が全て見えてしまう間取りになっていることが多いです。一方、1K や 1DK であれば、宅配便の受け取りや急な来客なども室内を見せずに対応することができます。設備はもちろん、間取りもセキュリティ対策になることを覚えておきましょう。セキュリティ重視ならチェックしておきたいポイントを確認していきましょう。セキュリティを重視するなら、間取りに加え設備の充実度も重要です。モニター付きインターホン、オートロック、防犯カメラなどの設備がついた物件がおすすめです。さらに、洗濯物が人目に触れることに抵抗があるのであれば、室内物干しがあるかどうかも確認しましょう。窓枠に収納が可能なタイプや付け外しが可能なタイプの室内物干しであれば、インテリアを邪魔せず使いたい時だけ設置できるので便利です。ということで、今回のまとめです。料理好きな方は 1DK の部屋、生活感のないおしゃれな部屋でシンプルに暮らしたい人は大きなクローゼットや収納スペースのある部屋、好きなものに囲まれて過ごしたい人はワンルームの部屋、友人を招いて楽しみたいという人は居室の広さが8畳以上、または 1LDK の部屋、セキュリティを考慮して安心して暮らしたい人は 1K や 1DK の部屋。どのような一人暮らしをしたいかによって最適な間取りは変わってきます。物件探しを始める前に、まずは憧れの生活を思い描いてみましょう。最後まで見ていただきありがとうございました。この動画が参考になったという方は、いいねとチャンネル登録お願いします。そしてこれからお部屋探しをする方や、もっと暮らしに役立つ情報を知りたいという方は、ウェブサイトやアプリもチェックしてみてください。それでは次の動画でお会いしましょう。さようなら。